ジャイアンツさん、若手の出番が1年で1044倍になる。ルーキーの台頭も見逃せない。ドラフト4位の門脇誠内野手は126試合出場で打率.263、316打数83安打、チームトップの11盗塁、守備全般での貢献を示す UGR の指標では12球団トップの 18.0 をマークしている。初の2年連続 B クラスに終わった今季は一気に増えた。秋広は121試合439打席に立って打率.273、406打数111安打、10本塁打41打点、3番での出場が最も多かった。数年前に比べて期待できる若手いっぱい出てきたわ。門脇明弘は今年すごく伸びたよな。原は若手を云々の批判とか誰も言うやついなくなったな。阿部が全て破壊するわけやな。来年は佐野萩尾門脇でもっと増やせ。浅野門脇明弘に戸郷赤星や正木って若手で柱になりそうなの出てきとるし、岡本は安定しとるし割といけるんちゃうか。正直原よりファンの方が若手に我慢できないからな。あの太田だって出場機会は与えられていた方。そしてパワハラ阿部が全て台無しにするんだよね。3年後くらいには優勝争いできてそうだと思うで。ご視聴ありがとうございました。